YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。はい、こんにちは。はい、お名前お願いします。はい、広島の T と言います。はい、はい、広島から来ていただきましたね。はい、遠いところありがとうございます。今日はどのような船を、はい、タモツーさんのところで作ってられる、はい、夏潮を持ってきました。はい、はい、これは、はい、中を見せていただくと、はい、汎用 WTC の、真ん中にこのガスバラストシステムがついたタイプですね。はい、高級なバージョンを採用しておられます。これ FRP ですかね、船体はね。そうですね。はい、はい、こういった形で、ね、皆さん、初めての方参考になると思います。内側にはこうやって発泡スチロールが、貼ってありますね。はい、浮力のバランスを取ってあります。ガスバラスト、フレオンのガスバラストで、はい、ここに全部の方に、いろいろとメーカーが入っておりますが、受信機や受信機、アンプで、マグネットスイッチですね。マグネットスイッチですね。で、後ろにサーボが2つと180タイプのモーターですかね、これはね。そうですね。ギアダウンで、ピチコンはエンゲルのもの、エンゲルのピチコンドローンだね。はい、PCM のプロポと組み合わせて、いや、PPM、普通の、はい、はい、FM だけど、はい、普通のプロポですね、PPM でしょうね。はい、これは、こういうスティックの改造されているのは、これはどういうことですか。ですね、去年別の船で出たんですけど、うん、思いっきり動かしすぎて、うん、でパニックになるんで、なるほど、もうそれ以上いかないよ。なるほど、スティックがもう前にいかない。機械的リミッターをつけられた、ね、ということですね。はい、これ皆さん非常に参考になりますよ。簡単な工作ですが、面白い工作です。はい、ありがとうございました。はい、また来年もよろしくお願いします。先方共振動よろしく。天望塔長いのに大丈夫かな。いかがでしたでしょうか。 JMSS 日本模型潜水艦協会のご厚意で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで、次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。